知らないけど、木版拾ってゴミ岸だけど。いや、マイナスでいいじゃん。マイナス3万とマイナス1万5000ってだって、半分マイナスになるんだよ。これ当たったら。もう十分じゃない？マイナス半分になったら。うん、これはいけるでしょ、プレシャスエース。木版でもさすがにここはいけるよ。だって、1着、2着、1着だったもん。しかも全部中山で。で、しかも、馬場状態が、重とやや重しかなかった。うん。で、それで1着、2着、1着だから、完全に勝ち負けでしょ、これ。プレシャスエース。しかもこれ、逃げ馬だし、これ。全部通過順1で回ってるけど。うん、全部通過順が、逃げ馬、これ。これやばいんじゃないこれ。しかも、逃げ馬なのに上がり1位とか取ってんだけど。これ。これ中山コースで、これ。この実績。1-2-1。うん。しかもこれね、これ。重、やや重、やや重。いや、これ熱いでしょ。今見たけど。しかもこれね、全部、やや重の時しか、ね、2着とか1着取ってない。かなりの中山重校舎だ、これ。うん。これは熱い。終日雨の中、今日はレースが進んできました中山競馬場。お願いします、木版、木版頼む。木版来て。上面もお願いします、木版。雨足で少し煙ったような感じ。2コーナーの奥目、16番天気石が収まりました。これでゲートイン完了。スタートさえつまずかいけるって、内枠だし。15番名称買い物、どうな、いけソルプレーサーと、いけ、いけ、スーッと内から2番、よしやはり先頭、よし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 、9番のいいよ。もう決まったこれ、逃げが決まったこれ。全部だって3走とも全部1個全部コーナー1番手通過してるから。しかもデータ的にはオモが来てるし、オモで全部来てるし。4番ウエスタンボルト、12番ワイルドドラゴン、1馬身され8番ミキノグランプリ、3コーナーへ向かいます。3コーナー、もう3コーナーマイネルラック後方より、あとは7番のレイヨンベール、間からは5番のブレイジングサン、 3、4コーナー中間、後ろから2投目11番ウサギの駆け足で、最後方1番パッシングブリーズという展開です。4コーナーのカーブに向かってきます。残り400を切るところ、さあどうだ。プレシャスエースがわずかに先頭ですが、プレシャスエース近していきます。外からは7枠2頭ソルプレーサ、コンドルヒデオ、さらに外から名将開門追って、内はライドンウィンド、外に持ち出してプリンセスロック直線、残り250の攻防、粘る粘るプレシャスエース、プレシャスエース後続を振り切りかかるが、外から9番のプリンセスロックが追い込んでくる。間からコンドルヒデオ、ライドンウィンド、さらに内はソルプレーサですが、2番のプレシャスエース粘る、プレシャスエース、プリンセスロック、プレシャスエースが抜かせ、よっしゃ、よし、押し切りました。よし、9番プリンセスロックを来た。3着争いに14番コンドルヒデオ、あるいは13番ソルプレッサの追い上げ。さて終わりますか、今日はマイナス1万6000、ありがとうございます。マイナス3万から1万6000にしました、なんとか。快速を見せていや、さすがにここはデータ的には来るでしょ、これ1万円ぶっ込むわ、これさすがに。最後9番のプリンセスロック、中段から追い込んできたんですが、いやいや中京はいいでしょ、ませんでした。3着は、うん、中京はいいよ、の帽子にとうとうお伝えします。勝ちタイムマイナス1万6000でいいじゃん、 2.5 倍でしょ、だって800メートルが48秒1、600メートルは37秒0です。いやこれありがとう、教えてくれて。いやこれマジで教えてくれたよ、これ2万いけばよかったな、これコンドルヒデオ優勢とお伝えします。1、6、10番人気の順で、単勝2番 2.6 倍、生まれ2番9番 17.0 倍。いやこれ2万いってよかった、2万だったら取り返せたな、これな、2万いけば、2万いったら4000円負けまで減ってた、これ、うん、2万いけばよかったな。
いや、最終レースはもうダメだって。もうこれ1万6千負けでいいじゃん。で、来週もあるんだした、G1 が。ここはちょっと負けをね、減らしただけでも、よくしないと、これは。あ、最終デムーロ乗らないんだ。いや、これやめた方がいいな、デムーロいないんじゃ。コロマンデル来ないでしょ、これ。これ名前が怪しいもん、コロマンデルって。プリシャスエースよりこれ、あれでしょ、だって。いや、コロマンデラが信頼できないって。さすがにこれ大外だし。1400メートルで。じゃ、中距離あの、藤岡弟、誰乗んの藤岡弟。藤岡弟がダートも得意だからね、中距離の。ミッキーデータだって、藤岡弟。これ何倍つくのミッキーデータ。ミッキーデータ何倍つくのこれ。いや、14倍は買えんな。ミッキーや、14倍は買えんわ、ミッキーデータ。ちょ、ハイブリッド新聞見るか。コロマンデルが、いやでもストロボフラッシュ、ストロボフラッシュって何？これめっちゃいいんだけど。あ、ストロボフラッシュ行く？これこれストロボフラッシュ前半3位で後半2位なんだけど、やばくない？これしかもコロマンデルと上がりが変わんないの。これで 5.5 倍でしょ、これ今ストロボフラッシュ。しかも内枠で1400メートル。これ後位につけて最後上位の上がり使って抜け出せんじゃないの、ストロボフラッシュ。うん、これ1万いこうかな、単勝ストロボフラッシュに取り返せる。1万いけば、これうん、ストロボフラッシュ。これあと中距得意なんかちょっと見よう、ストロボフラッシュ。これも中距得意だったら鉄板だ、これストロボフラッシュ。大野か。で、結構前見につける。先行馬。で、中京は前走負けてるな。前走一番人気、人気裏切ってんだ、これ。大丈夫な？ストロボフラッシュ。なんでこんな負けてんの？ストロボフラッシュ、前回。まあ、千二だからっていうのもあんのか、これ。いや、でもこれ、やや重が、で負けてる、結構。どうなのこれ、ストロボフラッシュ信じていいのこれ。千人だから負けたの、距離で。中距得意じゃないじゃん、あんまりこれ。あ、菱田がやれ、やらかした。王だったらいけるってことじゃ。よかった。単勝、5000円いくわ。単勝5000円。単勝5000円いくわ、ストロボフラッシュ。うん、それでいくわ。それでいい。5000円で取り返せるから。うん。5000円あれば取り返せるから。で、負けても2万負けだから、今日。5000円いくわ。これ、2万5000だから、これ当たれば単勝が、ストロボフラッシュ。よし、これでいこう。5000円。トイレ行ってくるわ。まだ始まんないでしょ。これで逆、一発逆転狙うわ、ストロボフラッシュで。